スカイ航空は、チリの首都サンティアゴ空港をハブ空港として、国内、短距離国際線路線を運行する航空会社。毎月14万人が登場し、その規模は、国内最大手のラタムチリに続く。旧ロゴボーイング737から2002001年12月に、ユルゲン・パウルマン氏により設立された。2002年より、旅客、貨物便を運航し、 2011年には利用者数が150万人を超えた。当初は海外リゾート地へのチャーター便を中心としたが、これらはすぐに定期便になった。2008年からスカイ航空は国際線の運航を開始した。最初はペルーのアレキパーリカ線に就航し、その後2009年にはボリビアのラパス、そして2010年には アルゼンチンのブエノスアイレスとペルーのリマシエ就航、それ以外に国内線でも就航都市を増加させた。2010年から同社は機体リニューアルを開始した。これに合わせて A320 シリーズの導入を進めていき、2013年にボーイング737を完全に置き換えた。エアバス A319、エアバス A320。 エアバス A320 ネオスカイ航空の機材は以下の航空機で構成される。スカイ航空は以下の航空会社とのコードシェアサービスを行っている。ありがとうございます。